はい、どうも、カドヤンでございます。まあ、今回は金曜日ということで、こちらのね、スピリッツの28号を、感想を言いたいと思います。まあ、28号、ちょっとね、まず気になるところで言ったら、まあ、青足がね、今回で連載100回目突破ということで関東カラーになってるんですが、まあ、それもすごくめでたいことなんですけども、こちらのね、東京シティエスペリオンオフィシャルタオルを、抽選で50名様に、なんてね、プレゼントされるそうです。いやーね、もうね、今、サッカー漫画の中にもしかしたらね、一番好きかもしれないですからね。まあ、100万部突破でもあるし、こういう系のタオルはもうね、無難だけど、やっぱりね、いつでも使えるじゃないですか。ああ、まあ、春夏秋冬、まあ、問わずね。まあ、汗かいたらタオル拭けばいいし、もちろん今の季節なんかね、ちょうどいいしね、50名様っていうのはちょっと若干少ないから当たるかわかんないけどもね、この人気のある作品だけに、ちょっとね、もちろん僕もね、なんて言えば、送ろうとは思うんですけどもね、はがきを。ここで言っちゃうとちょっとね、ライバルが増えてしまう可能性もあるから、まあでも、そんなの関係なしに、まあね、このタオル皆さんもね、よろしければね、はがき郵送してみてはいかがでしょうか。で、まあ、100回目突破ってことでね、もうね、まあ、今のところもね、ちょっとね、注目の武蔵野戦もね、ちょっと、まあね、結構面白い展開になってきたね、と思うね。始まって以来、まあ、あんまり始まった時は、まあ、ちょっと難しい展開やな、とは、まあ、予想通りではあったけども、いよいよね、まあ、試合的にはね、面白くなってきたね、今回からね。これは、まあ、こういう展開になって、まあ、そうやね。打ち合いっていう可能性も否定できないしね、もちろんね。まあ、このまま終わる可能性もなくもないし、これは、だから、どう評価すればいいかも、ちょっと難しいっすよね。まあ、漫画の評価じゃなくて、その選手的な個人の評価っていうのもね。だから、今のところは、そんなになんか、まあ、なんて言うのかな、エリート対、まあ、成り上がり的な構図にはあんまりなってなくて、結構イーブンな戦い方っていう風に見えるから、まあ、本当のプロの下部組織チームの戦いっていう、まあ、シンプルな目でしか今のところは見れないんですけどもね、まだそんなに露骨に、そういう、ね、まあ、格差っていうのは見えてないんですけど、まあまあ、そこは、まあ、さておき、まあ、どうせ出てくるとは思うけども、まあ、そこは別にね、まあ、注目するとこでもないし、まあ、純粋にね、こっからまあ、面白くなってきたなっていうのは、今週号を見てね、思ったっすね。まあ、でも、すごい、これ結構すごいシーンだったなと思ったけどね。ええと思ったけどね、これ見たときは。まあちょっとみんな気になる方はね、ちょっと今週号を読んでみてもね、面白いと思いますね。試合的にも面白いし、すごいシーンもあったってところでね、まあ今週号の青足はちょっとね、盛りだくさんだったと思います。2作品目で言ったら、これがね、スローモーションをもう一度っていうね、恋愛漫画ですね。これもね、僕もね、スピリッツ買い始めてから読んだんすけど、まあ恋愛系ってのは分かってたけどな、今のところね、まあどういう系なんかってのはあんま分かんないですよね。まあ、なんか主人公が結構イケてるグループの子で、まあ、ヒロインの子がそんな地味な子っていうイメージではあったけど、まあ今回からっていうか、少し前からね、三角関係がちょっとね、あったんですよ。あったんですよ。しかも相手が大学生のお姉さんね。この関係性が、ちょっとね、ニヤニヤさせられるよね、これは。でも、なんかね、なんかその恋愛的な感情っていうのが、まあまあ、なんとなくね、見えるところは見えるんですけど、これがね、不思議とね、どういうふうに、恋愛感情あるのかないのかっていうのがちょっとわかんないところもあるんですよね。そこがわざと泳がせてんのかもしんないですけども。そうやな。ちょっとそこら辺がちょっと今週後考えさせられたと思いますね。僕的には。これはでもね、いいね。でも僕的にはちょっとね、大学生の、さっき言ったね、小泉さんって方の方がちょっとね、めちゃくちゃ可愛いと思ったっすね。今週後見たらね。これはなんかな、一応なんか、まあ、少し前から続いてる三角関係がさらに、まあちょっとね、
変化があったっていうのがね、大きく、特に大きくね、今回から。あったっていうのがちょっと印象に残りましたね、今週号は。今日も言ったんですけど、その恋愛感情的なところが、いまいちまだ僕も途中から読んだばっかりだから、もうどうなってるかなって、この関係性がね、構図的に言うと。ちょっとそこが気になるから、まだ全然わかんないんですけどね。まあ、どうなるんかな、今後はっていうのは、今週号一番ちょっとね、強く思ったところではありましたね。まあ、3作品目で言ったら、これかな、ジャガーンかな。ジャガーンもね、これまあね、もう1巻出たっつってたけどな、1巻どうしようかな。まあ1巻だけだしな、そのちょっとね、まあ面白いっちゃ面白いですよね。まあ単純にね、バトルホラー系漫画っていうのもあるし、画力がちょっと、ね、トップクラスに高いっていうのもね、シンプルに見たらあるんですけど、今週号見た感じでは、まあ来週ぐらいからちょっといろいろ動いてそうやなっていう予兆はすごくあったっすね。まあそういう終わり方っていうのもあったんですけど、しかもな、これが始まりっていうのが煽りにも書いてあるしね。これはちょっとね、今週号は、この終わらせ方っていうか、この引きはうまいと思ったっすね。この作者はね、ご存知の方も多いとは思うんですけども、まあ、金城宗幸先生って言ってね、まあ、神様の言う通りとか、あとは僕たちがやりましたの、原作者の方なんですけども、まあ、僕たちがやりましたね、ドラマ化も、もうすでにね、来シーズンといえば、次のクールでも決まってるんでね、ちょっとそこも気になりつつ、もう今週後、まあ、バトルは当然ね、まあ、そんなに僕的には、まあまあこんなもんかって思ったし、その、ホラー系だから、そのキャラクター的に言ったら、すごい迫力の画力やなっていうのも、今週は特に印象強かったと思うんでね。ここも面白いけど、やっぱり引きが面白かったね、今週号は、本当に。単純に終わると思ってたんですけどね、僕的にはね。もうね、ちょっとね、凡人との思考回路が全然違うっていうのは、ちょっと今週号思い知らされたっていうのもあってね、ちょっと、一番妄想させられたっていうか、よくある漫画雑誌の中で、こうなるんちゃうかって、予想したくなる展開。これが、正直、今週号の中ではね、スピリッツの中では、ジャガーンがちょっとね、一番ね、次が、どうなるかなって一応考えさせられた回だったと思いますね。もしかしたら、仲間増えてくるんじゃないかなと思ったんやけどね、今週号だけ読んだらね。まあ、ちょっとそれ以上はちょっと言えないですけども、ちょっとだから、読んだ上では、ちょっと一巻買いたくなったんですよ。これを見たらね。ジャガン、ちょっと読みたくなったな。まあ読みたくなったっつうか、まあ1話から読んでるんですけどね。まあ金城宗幸先生って有名だからね。今週号面白かったな。結構まあ、こんぐらいかな、でもね。ということで、ね、一応3作品、これにしましたね。まあでも、アオアシのタオルがね、正直めちゃくちゃ惜しいっていうのと、ジャガーンの一巻、ちょっと気になるな。もう見たい。まあ、気になるっていうか、多分、覚えてるんですけどね。1話から、この28話までずっと読んでるんで、まあ、覚えてるとはいえね、もう今週この展開だけでも、まあ、ちょっとね、関心を寄せられるというか、好奇心をちょっとね、ついてしまうのがね、ちょっとね、面白かったからな。まあまあ、そこら辺が印象特に強かったと思いますね、今週号はね。まあ、スピリッツも特にね、最近面白くなってきてる作品っていうか、まあね、メディアでちょっとね、取り上げられてる作品が多いんでね、まあ、ちょっと皆さんもね、スピリッツってなんやねんって知らん方も多いとは思うんですけどもね、ぜひまあ、立ち読みぐらいからね、始めていただいてね、まあ、有名な作品で言ったら、モグラの歌とか、あと、闇金ウシジマくんとかあるのでね、そこら辺からちょっと読んでみて、まあ、もしかしたら、僕みたいにね まあ、あんまちょっとね、僕も知らない、他の人がね、買ってるとこ見たことないですけども、スピリッツをね、買ってみてもいいと思いますのでね、よろしければね、まあ、来週ももちろんね、スピリッツ感想も言おうと思いますんでね、そちらも含めて、今後も、スピリッツの方も、どうぞ、よろしくお願いいたします。はい、まあ、今回も一応、スピリッツの感想を言わせていただきました。そうやな、さっき言ったのにね、もちろんね、メディアにどんどん出てる作品も多いので、皆さんもスピリッツを見つつね、カズヤン TV の方もどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴誠にありがとうございました。それではバーイ、また明日。